ですね、長期分散投資 の、まあ、節約して投資するということをしたいという方からのご相談ですね。まあ、初めてのケース、具体的なやり方とかですね、良い方法ないでしょうかというご相談なんですよね。まあですね、節約して投資するっていうことを考えると、まあ、固定費をまず見直すっていうのが何より大事なことになります。一番大きいのが家賃、それからですね、保険、あとはですね、通信費というところで、まあ、もう見直しの方法っていうのはですね、とにかくまず家計簿をつけるっていうことですね。節約して投資するためにはですね、まず家計簿をつけるためにアプリを利用するのがいいかなと思います。まあ、僕はマネーフォワード ME は使いやすかったんですけども、まずとにかく支出を可視化することですね。で、必ず無駄な支出っていうのが増えてきますの で、とにかく節約するコツはですね、固定費のような大きな金額のものからやると精神的な負担も少ないです。フィリピン